切った時も前髪長めで整えてもらっちゃったんですけど、伸びちゃうよねすぐやっぱ。ちょっと待って、ブラシと鏡。前髪を切ります。なんかそういえば、なんかこの目のポツってやつ、だいぶなんか治ってきたんだけどさ、なんか飲み薬の抗生物質出されてたんですけど、なんか抗生物質飲むとお腹緩くなるみたいな言われて、かもしれないみたいに言われて、でも舞台中にお腹緩くなったら嫌だなと思って飲んでなかったのもらったけど、で今日から飲もうか迷ったんだけど、なんか治ってきちゃったから飲まなくていいと思います皆さん、どっちがいいと思う？もうなんか治った、なんかかさぶたになってきた。なんか先生の話をなんかよくちゃんと理解してなかったから、かさぶたになったらよかったのかよくないのか忘れちゃった。もうズバッと切ろう。切ります。え、みんなはこういう時どっちにします？なんかこうもらった薬をちょっとまだタイミング的に飲めてなくて、もらった抗生物質をタイミングの問題で飲めなくて、まだ飲んでなかったけど飲む前にもう治ってきちゃったって時、みんなだったら飲みますか？飲まないですか？でもなんか抗生物質の目薬は売ってて今、だからそっちで抗生物質売ってるからいいかなみたいな思って、迷ってる。どうしたもんかなと。え、でも一個ちょっと相談があってさ、え、そうだよね、途中でやめたらダメってうちのお父さんにさっき脅された。飲まなくていいかな？え、ありがとうございます。飲まないどこやっぱ。なんか、そうなの、なんか飲まなきゃ、ずっとやの飲み続けなきゃだよみたいな言われて、え、でもちょっと一個さ、心配なことがあってさ、なんかその抗生物質の目薬ももらったの。ただなんかその目薬がさ、抗生物質入ってるやつなのに気づかなくて、なんか花粉症の目薬も一緒に処方してもらって3本あるんです、目薬が今。で、1本がその抗生物質で、1本がなんか花粉症のかゆい時と、もう1本が花粉症の超かゆい時用みたいな3本もらったの。だからなんか昨日の夜それ打ち始めたんですけど、なんか抗生物質って気づかなくて、抗生物質の目薬は右目にしか打たなくていいって、なんかこう処方箋には書いてたんだけど、間違って右と左どっちも打っちゃったのよ。でも打った後に、あれ、これ右目だけでよかったやつだと思って気づいたの。え、なんだけど今日はだから抗生物質だと思ったから右目しか打ってないんだけど、お父さんに抗生物質は最後までやり続けないと抗体だかなんだかができるってさっき脅されて、え、左目にもこれ抗生物質打った方がいい目薬、どっちだと思うこれ？眼科の先生いませんか？ 打たなくていい？左目。1回。1回なら大丈夫？ 1 回なら大丈夫かな？え、だから私さっきどうしようと思って、どっちがいいの？と思って、とりあえず右目にしか打たなかったんですけど、左目にも打った方がいい。昨日1回だけ打っちゃったの、抗生物質の目薬。大丈夫かな？1回なら大丈夫。 じゃあもうやめよう、左に打つの怖いから。抗生物質が何かあんまりよく分かってないけど、怖いよね、なんかそういう「やめちゃダメ」とか言っちゃうと怖い。目に刺さるんで、目に刺さらないくらいまで切ります。
なんかでもここ最近ずっとさ毎日メイクしてたからさ、眉毛をさどんどんなんか薄くというか細くし始めちゃって、自分でなんか濃いなと思って、だからめっちゃ眉毛薄い人になっちゃった。すごい恥ずかしい。いつもに増して眉毛が薄い人になっちゃった。でもハッタッタがさ眉毛アート、眉アートかしてましたよね。だからめっちゃいいなってあの動画見て思ったけど、 MRI 取れなくなるっていうからそれが怖い。あ、ちょっと目が見えてきました。こんばんは。前髪すぐ伸びるね。最近ずっとさメイクした顔でやってたから薄ってなってるかな、みんな。今お風呂入っちゃった、ちょうど。もういつも配信終わり辛くなるからお風呂入るの先に入ってしまおうと思って。でもなんか舞台期間中もいつも眠すぎてシャワーだけにしてたんですけど、久々に湯船入った。毎日湯船に入った方がいいって言いますからね。風呂は先に入っちゃった今。もう今日はゆっくり入れると思ってめっちゃ1時間以上ぐらい入ってる。え、嘘、あの髪の毛とか合わせてね、洗うのとか合わせて1時間くらいいた。よし、こんなもんじゃね。前髪どう、目見えましたし、こんなもんでいいんじゃないでしょうか。うん、こんくらい。そう、なんか巻くとねこんくらいなんですよね、最適解って。前髪ってほんと難しい。でもなんか配信すると眉毛描きたくなってきたけど、まあいいや。なんかさ今回の舞台を経てついにコテを買おうかなって決心し始めて、なんか本当は今回ウェーブっぽくこう巻こうかなと思ったんだけど、ストレートアイロンだとなんか左右均等に巻けなくて、やっぱ練習したけど自分で髪の毛自分だったんですよ今回の未来の扉が。巻こうかなと思ったけどストレートアイロンだと巻けなくて自分じゃ、だからコテを買おうって思ったんだけど、なんか 26mm と 32mm どっち買えばいいか分かんなくなっちゃって、すごい迷ってる今。なんかえ、でも髪の毛洗ったりこう顔洗ったりする時間は含めず、を含めてですよ。だから1時間ずっと入ってたわけじゃないけど湯船に。いてててて。そう、ついに買おうかなって。でもついに買おうと思って調べたらコテ、なんかみんながおすすめするやつ1万8000円くらいしてて、くっって思ってる今。うって思ってる。え、楽天のブラックフライデーってもう終わりました。
も5000円のコテ買って失敗したから、私失敗したから、買うならもうちゃんとしたやつ買おうと思ってるんですけど、そうなかなかのお値段ですよね。でもやっぱみんなコテとストレートアイロンは高いの使ってるんですよ。そうだ、やっぱなんかアイドルの時もそれは思ってたんだけど、やっぱみんな高いの使ってるなと思ったんだけど、なんか舞台行ってもやっぱみんな高いの使ってるから、やっぱ高い方がいいんだなって思った。でも3メートルってコテだと、コテ界隈だと普通らしい。あの私の5000円で買ったコテ 3.5 メートルでマジでみんなで測ったじゃないですか、私が。で計算したじゃないですか。でもコテ界隈は3メートルって意外と普通らしい。あ、楽天終了しちゃったんだ。え、じゃあ次の楽天お買い物回りセールで買おうかな。やっぱなんか困りますよね、やっぱ自分で髪の毛やんなきゃいけないとき。普段はね巻かないんですけど、プライベートでは役の時に困っちゃうなって思って。なんかいいコテって、いいコテなのか分かんないけど、普通になんかその美容室で使える、サロンワークしてる人のにも使えるように作られてるから、美容室ってやっぱこう長さいるじゃないですか。だから3メートルらしい、3メートルらしいよ。なんか多かった、調べたら割と3メートルのコードのコテ多かったです。あ、お水持ってくる。こんばんは。そう、なるほどって私も思った、それの説明みたいの見て。なんで3メートルなんだろうと思ったら、美容室で使えるように3メートルらしい。なんかヘアアイロンはねあんまりないんですけど、そういう長さのストレートアイロンは。コテは割と3メートルばっかだった、調べたら。ちょっとまつげ美容液だけ濡らしてください。なんかまつげどんどん、やっぱ毎日マスカラしちゃうと。あれどこ行ったっけ。マスカラしちゃうとまつげパーマすぐ取れる。メイク落としでするときに取れちゃって。塗った。よいしょ。
そういえばアトムの子を見てる人いますか？私ちゃんと見てるんですけど、昨日もあんだけお風呂嫌だとか言ってお風呂入った後しっかりアトムの子見ながら髪乾かしたんですけど、ちょっとネタバレしちゃうんですけど、もう海外に行くのがもう嫌すぎて、なんかちょっと自暴自棄になった昨日。なんでそうなっちゃうんだろういやなんかなんだろう、なんかさ、ドラマってああいう展開多くないですか？なんで海外とか行っちゃうんだろうって、すごいなんか時間経過急にしたりとかさするじゃん、とか海外に行っちゃうのとかすごいなんだろう。なんかでもこれなんかアニメじゃこの感覚あんまり味、アニメってか漫画だとこの感覚ってあんまり味わわないよなって昨日思って、でもやっぱ12話にまとめるっていうのが大変なのかな。なんかやっぱ書き込みなんていうの、その深掘り量がやっぱ漫画はさ制限がないからちゃんと深掘ってくれるし丁寧に書いてくれるけど、やっぱこうドラマだとこう12話になんとかこうしかもまとめて、しかもなんとかこの1時間で起承転結というか満足させながら次回の話も見てもらえるように作んなきゃいけないってなると、やっぱそういうとんでも展開みたいなの毎回作んなきゃいけないからなのか、なんかめっちゃ急に海外行くじゃんみたいなもうなんか私それが嫌すぎてもう昨日自暴自棄になってた。なんかだからこれってでもなんかよくドラマとか映画だと感じる感覚なの、このなんか気持ち悪さみたいなやつ。でもなんかアトムの子好きで見てたからなんか余計に悲しくなっちゃった。海外行かないで海外行かないでってなっちゃった。いやなんかあの後のさ、こうなんか探すとこう共闘するみたいなさところはすごい漫画だなみたいな感じだったけど、海外行くのがもう悲しすぎて悲しすぎて、もう解釈の不一致すぎて無理だった。すぐ解釈の不一致起こしちゃう。なんかああいうのってなんで、でもやっぱ書けないからかな、漫画で急に海外とか行っちゃうとめんどくさくなるかな、からかな、展開作るのが、絵描くのも大変になっちゃうからかな。なんかでもなんだろうね、あの感覚ってすごいなんか悲しくなっちゃって昨日夜に。あとなんか急にこう舞台が急にバンって変わるのとかも悲しいの私。でもなんか人間がやってるからかな、やっぱなんかだから朝ドラとか見ててもさ、こうさ結構急に上京したりするじゃん、急にじゃないんだけどこうなんか何て言うんだろう、じゃあなんか学校だったらちゃんと卒業式までやってバイバイみたいな感じでやってこうなるんじゃなくて、時は流れて何年後みたいな感じになったりするじゃないですか、ドラマとかだと。なんかそれなんか悲しくなっちゃうんだよね。なんだろう、保守的人間だからかな。確かに人間がやってるからこうなんかよりリアルに感じちゃって悲しくなるのはあるかも。漫画だとさ、どこにいても結局はさやっぱ日本人じゃないなって感じだから、だからかな、やっぱそれはあるかもしれない。なんか保守的人間だからこうなんか新しい環境とかが急に今までの仲間は何だったのみたいな思っちゃうすごい悲しいよ。
いててて、足が痛い。確かに人間がやってるからってことにしとこうかな、この感覚。まああと多分なんか漫画だったらもうその時点で切ってる気がする。私なんか、あ、もうなんか合って合わないかもって言って読まなくなるからな気はしてきた。なんかドラマは割ともうこうなんか3話くらいまで見ちゃったら見ちゃうんだけど、途中でなんか違うなって思っても、いやまあ切っちゃうこともあるけど、普通に。なんか漫画だと普通にフェードアウトして読まなくなりがちだから、それはあるかもしれないね。こんばんは。そう、割と漫画はスパッと読まなくなっちゃう。そういえば、うん、ジャンプ買ってくればよかった。なんか昨日の夜中にさ、もうネタバレで、ネタバレってかなんかこうデジタルで買ってる人のさトレンドで見ちゃってさ、斎藤不老不死さんが面白すぎて、書いてくれるのかな、初代の話も。かわいい斎藤不老不死さん。でも雲井煙鉄さんもなんかにぬいぐるみとかにしたら可愛くなりそう。あ、これブリーチの話です。アクリルスタンドになるんだと思って買いたくなっちゃうね。でもブリーチまだ終わってないですよね、アニメ。私終わったら一気見しようと思ってまだ見てないんだよな、ね、ツインテってやっぱ可愛いわ。ずるい、ツインテールってなんかこう3割増しで可愛く見える。アイコンだもんね、ツインテールって。やっぱ可愛いの象徴の、だからなんかツインテキャラってなんか可愛く見えるじゃん。そう、ずるいよねあれ。
眼帯も、いや眼帯は、眼帯は可愛いか。いやでもなんかやっぱアイドルとか見てても、全然知らないアイドルグループさんとかを初見で見た時に、やっぱツインテールの子って可愛いキャラなのかなみたいな、可愛いなって思っちゃいがちじゃない。だからやっぱ私もツインテールで始めればよかったかもしれない。恋トラの時とかツインテールキャラでいけばよかったかもしれない。絶対無理。絶対無理すぎる。ね、やっぱなんかさ、ちっちゃい頃のさ、テンテレとか見てた時にさ、なんかツインテールの子可愛いなって思っちゃいがちみたいな。ひめりはハーフツインだったじゃん。あ、でもレイヤーがツインだったもんな。割と。今は結べないから、もう今は結べないし、もう今さら、今さらね、今さらですよ。いやでも本当に最近ボブの髪の巻き方めっちゃ調べてるんだけど、なんかいまいちこれだっていうのに出会ってなくて難しいわ。どうやって巻けばいいんだろうと思って。でもゆるーく巻くなら32ミリのがいいんだろうなって思うんだけど、なんか好み、ロングの時の好みはさ、細かい方が好きだったから26ミリのが好きだったんだよね。迷う。でもこう無造作みたいにするなら32ミリのがいいんだろうなと思って、すっごい迷ってる今。ずっとボブ巻き方で YouTube で調べてる。でもなんか野本さんがさ、今日、あ、舞台未来の扉で一緒にだった野本蛍さんが昨日まで一緒だったんですけど、前髪作るって言ってて、でもツイッター絶対あげてくださいねって言ったら本当にあげてくれて嬉しかった。でもなんかその時もウルフカットにするか迷うって言ってて、やっぱウルフって流行ってんだなと思って、私もちょっとなんかウルフじゃないんですけど段つけたいなみたいな思ってたんですよね、前を短くして。でも今ほんとやっぱウルフ流行ってるよなと思って、なんか想像がつかなくなっちゃった。どんな感じなんだろうウルフって。今日なんかちゃんと内巻きにしちゃったからな。でもなんかこう見るとやっぱちょっと伸びたよね、やっぱ髪の毛。なんか前までこんくらいだった気がするけど、なんかなあんま変わってないか。伸びたよな。規制上げがちだから、ねえ伸びたよね。やっぱこの調子でなんかもうちょっとここら辺まで一回伸ばしてみたい。あ、この辺かな。
いやもうちょこんくらいか、こんくらいまで行ってみたい。後ろはね、相も変わらず跳ねますね。やっぱまだ今日はストレートアイロンかけたけど。こんばんは。え、次のサッカーっていつですか？スペイン戦調べよう。サッカー日本代表、あ、12月2日、え、4時なんだ。え、12月2日の4時ってことは1日と2日の間の4時ってこと？一気にでも 見にくいですね、日本は。じゃあ今までのドイツとコスタリカ戦はめっちゃ見やすかったんだね、そう思うと。なんか2時とかの方が 見やすいのにな。1日の28時ってことですもんね。そうですもんね。なんだっけ、ね、4時はちょっと、4時から6時とかってことでしょ。そう、私今週末に12月2日ってバラ戦士の上映会ですもんね。ダメだ、見れないわ見れない。いや、普段だったら全然見れるけど、4時その日多分朝早いから、朝早くから活動しなきゃだから、ちょっと見れないかな。もう一回二度寝していいよって言われたら全然見るんだけど、ちょっと12月2日の夜だったらな、見たのにな。でもなんかあれなんですよね、勝ったら問答無用で、問答無用でこの言葉が合ってるのか分かんないですけど、自動的にこう決勝ラウンド行けるし、引き分けでなんかそのドイツとコスタリカがあの勝負の結果によってはいけるらしいですよね。すごい。でまあなんかいつもそんな感じだよね、やっぱ 4国しかないとそうなりがちなんですかね。いつも最後ギリギリまでわからんよみたいな感じだから、うまくできてますよねあれって。すごい。いてててててあたた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 た。あの勝ち点3と引き分け1ってちょうどよくできてるんだろうなと思って、2でもダメだし、勝ち点2でもダメだし、勝ち点4でもダメなんだろうなみたいな。うまくできてるよ本当。サッカーってでも私ブラジルとアルゼンチンのイメージしかなかったんだけど、どこが強いんですかね。あ、昔は2だったんだ。引き分けばっかだったらあれでもね。サッカーFIFA ランク、フランス、え、フランスがサッカー上手なの、すご。あ、でも世界ランキング1位ブラジル、2位ベルギー、3、あ、ベルギーってそんな強いんだ。3位アルゼンチン、4位フランス。本当だ、フランスって言われとるわ。
え、ベルギーってサッカーできるんだ。チョコのイメージしかチョコが強すぎて、あまりにも。前回優勝、へえ、なんか不思議ですよね。でも なんか、いや、でもなんかヨーロッパが、なんか私勝手にさ、南アメリカの皆様、南アメリカ？ん？あそこ何大陸？このブラジルの付近がやっぱ強いのかなと思ってたけど、ヨーロッパも強いんだね、普通に。でもなんか全然普通にイタリア、スペインとか、イングランド、イタリア、スペイン、オランダ、ポルトガル、デンマーク、ドイツ、全然普通にヨーロッパ強いわ。あ、アフリカ？え、アフリカ？アフリカってサウジアラビアとかの方じゃないの？え、分かんなくなってきた。大陸、名前。あ、南アメリカ大陸なんだ。え、南アメリカ大陸だっけ、ここって。ブラジルのところって南米。あ、南アメリカ大陸なんだ。なんか不思議な感覚。こんばんは。やっぱちょっと前髪長いか。でもこれ以上切っちゃうと巻いた時に短くなっちゃう、重いになっちゃうんだよね。難しいです。あとでもうちょっと切ろうかな。でも今日は月曜日ですもんね。皆さん普通に会社、学校だったのでしょうか。自分で切った。冒頭で自分で切りました。月曜日はね、みんなお仕事ですよね。私は今日はもう今までの睡眠不足を解消するかのように寝ました。前髪切るのちょっとドキドキする。します？いやいや、でも楽しかったですね、本当に。いっぱい寝た。なんか寝ていいよって言われたら一生寝れるタイプかも、もしかしたら。いや、わかんない。今日がやっぱ特に寝れたのだけかもしれないけど、めっちゃ寝た気がする。まあ起きちゃうんだけどね。起きるけど二度寝三度寝とできるタイプ。そう、なんか寝れないって言うじゃん、みんな。私割と寝れちゃうタイプなんだよな。
でも夜は私も寝れない、逆に夜行性だから。え、確かに夜寝てないから寝れるだけかも。あ、それあるかもしれない。私もそのタイプかも。私普通に4時までとか起きれちゃうタイプなんだよな。いやでもちゃんと朝に1回目で覚ます。まあ朝って言っても今日は10時くらいに1回目覚ましただけだけど、まあ言うてもね、この舞台期間中ちゃんと朝起きてたから、起きろって言われたら起きれますよ。仕事となると起きれます。まああと あれだよね、体動かす系の舞台はより疲れそうだけど、今回はねあんまり動かす舞台じゃなかったから。あともうなんかめちゃくちゃ感情使えますみたいな役でもなかったからね。ああ、玉読みとかはね、確かに。でも盾とかね、やる人は大変だよね。玉読みはまあ自分の番って感じがだったけど、日替わりの人大変そう。カロリー消費がすごそう、あれ。みなみちゃんの ID カードは制作さんが作ってくださったやつ。なんかでも制作さん稽古期間中で終わっちゃって悲しかった。でもなんか硬いカードじゃないから。え、そうなの、オンラインくじオンラインくじね、そう、みなみちゃんの ID カードあるんですけど、でも硬いカードじゃなくて紙なんだよね、多分みなみちゃんの ID カード。普通になんていうの、コピー用紙
なんかでもあの神代寺ヒルズのカードキーただの真っ白なカードだからめちゃくちゃ笑っちゃった。あれ見た瞬間にこれ当たるんだと思って、ナノカーボンじゃないよ多分。なんか後ろに一応黒いカードみたいなの挟まってるけど、ペラペラです多分。みなみちゃんの ID カードでも普通にあの春9000のこれ欲しいなと思って、これめっちゃ欲しい私も。でも神代寺ヒルズ ID カードだけ面白すぎてちょっと笑いちゃったよね、あれ真っ白なカード一つだけ異質すぎて。多分ね、光先輩の免許証はちゃんと硬い素材だと思うんですけど、印刷したやつが。あ、すごい、コップめっちゃ当たってる。やっぱ神代寺ヒルズカードキーだけさすがに面白すぎるよな。いや小春ちゃんのゴーグルはマジでいいよな。でもこれ普通にいいですよね。そう、何も多分ついてないです。一回弾いてみてって親に言われた。え、でもなんか私非売品ブロマイドのマジマワカナ1の方が漏れてる気がする。なんかマジマワカナ1と4の方があの売ってたブロマイドより漏れた感じしてるんですけど、どうですかこれ。なんか1の方が漏れてるなと思って、これいっぱい当たってほしい。だから1が一番当たってほしい。これどうやって弾くんだろう。え、どういうことこれ。デジコン、デジコン待ち受け画像は終わってる。どういうこと？なんか難しいな、やっぱ。よくわかりません。あ、そう、最近椅子を変えました。もうようやくついにあの腰の痛みとおさらば。竹なんだっけ、やぶ知らず行っちゃったら消えちゃうかもしれない、あれをつけながら行ったら。韓国って強いの？え、でも今日本韓国に勝ってんじゃん。FIFA ランキングすごいじゃん。でも日韓ワールドカップって勝ったよね。え？日韓ワールドカップってどういう日本語？日本でやってたの？韓国でやってたの？
え、日韓ワールドカップって日本と韓国どっちでも一緒にやってたってこと？え、開催地が2国をまたいでたってこと？なんですか？初めて知った。初の2カ国共同開催という大会でもあった。だってえ、だからなんか聞いたことあるってこと？そうなん、え、私何年これ、え、2002年だから2歳だ。え、じゃあ生まれてはいるわ。これまで FIFA ワールドカップは欧州と南北アメリカ間で交互に行われてきたが、あ、間違えた、1986年に国際、あー、なんか変なの押しちゃう、国際サッカー連盟のジョアン・アベランジェジョアン・アベランジェ会長が初のアジア・アフリカ大会大陸によりか、うん、初のアジア・アフリカ大陸による開催案を打ち出した。え、なんかそう思うとさ、ブラジルとか開催されたことないんだね、あんなに強いのに。かわいそう、あんなにサッカー強いのにブラジルではワールドカップ開催されたことないってこと？あれ、その後された？その後、同会長から大会開催の打診を受けた日本サッカー協会が各国に先駆けて招致に名乗りを上げ、当時の低迷する日本国内のサッカー界の活性化も念頭に置いた上で、1988年に FIFA ワールドカップの日本開催を構想。1989年に11月に FIFA にワールドカップ開催国立候補の意思表示をし、招致活動を開始した。なんでこれでも韓国と一緒にってなったんだろう。バーチャルスタジアム構想。使用していないスタジアムに巨大なスクリーンを配置し、3次元映像を投影、あたかも実際に目の前で選手がプレイしているように観客に見せる、日本が誇る最新映像技術を駆使した仮想のスタジアム観戦システムを提案し、バーチャル、ん？史上最大の計400万人がスタジアムで観戦することが可能な大会にすることを謳った。え、めっちゃいいじゃんこれ。しかしバーチャルスタジアム構想はその後メガビジョンという大画面投影技術で姿を変えた。しかし放映権の問題があったため、実際にメガビジョンが使われたのは準決勝1試合だけであった。え、悲しい。え、ね、思った。でもさ、アベマってさ、アベマって全試合無料じゃん。あれ放映権どうなってんのって思ったんだけど、この間 CM で見て。え、メガビジョンってどんな感じだったんだろう。え、めっちゃすごいじゃん。なんかそういうのやっぱいいよね。でもワールドって言ったらもうワールドトリガーしか出てこない。あ、こんばんは、はじめまして。え、そう、アベマってどうやってあれ放映してるんだろうと思いながら。あ、めっちゃお金払ってるってこと？え、すごい。でも全部無料で見せてくれるんでしょ？すご。え、全然写真出てこない。当時の準決勝1試合だけだったからかな。え、見たいのになんか写真とか残ってないのかな。日韓ワールドカップメガビジョンで調べても出ないわ。日韓、あ、これか。え、なんかめっちゃ怪しいすごい、なんか、え、写真全然出てこないですけど。悲しい。あー、舞台見てくださったのかな。ありがとうございます。楽しかったです、舞台。見たい。でもメガビジョン、なんで写真こんな残ってないんだろう。まだ当時は、え、でもカメラはあるよね、さすがに。画質が悪いのかな。日韓
メガビジョン。でもそのうちやってくれないかな、日本でまたワールドカップ。メガビジョンやんないかな。でも本当にメガビジョン、あ、でも計400万人だったら当たるか。なんか本当に、いや、当たんない？え？わかんない。どうなんだろう。なんか本当にやるってなったら、行きたいけど。当たんなそう。オリンピックみたいに。いや、でも当たんないか、400万人。めっちゃ見てる。最短で2038年。そんな先？もうそんな先の予定まで決まってんの？ワールドカップって。もうだって4年に1回でしょ。もう3回分は開催国決まってるってこと？すごっ。いてててててて。あーでもなんか2002年にやっちゃったから的な話？それか。いやでも欧州とどこだっけ、アフリカ？違う、アフリカ？アフリカが交互にやってるってことは別にそんな規制もないんだろうけど。確かに。でメガビジョンは見に行きたいよな。選手に移ったら大変だから、選手のところは少なめで、メガビジョンは普通に人入れて。やってもらって。でも38年だったらどうなってんだろうね、コロナ。ああ周年大会は、ああコナンの周年はビーズを使うみたいな、そういう感じか。倉木舞かビーズを使おうみたいな、そういう感じか。そう、そういえばあれでした、言ってたさ、舞台のさ言ってたやつはなんか最初ね、エアロビするところのシーンもうめちゃくちゃ、なんか最初はジャージだったの、
その最初はねジャージだったんですよ。エリちゃんとかが着てたジャージの紺かな、あ何色だったかな、多分紺、あれの紺色バージョンのズボン、ジャージズボンに上がなんか可愛い黒白の、まあなんか普通にウィンブレみたいなやつだったんです。だけどそれだと色が地味だからってなって、なんかすごいもうあのピチ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 ピッチなんか写真がいいの出てこない。あ、なんかこういうのになりそうだったんですよ。あ、私がこれオレンジにしてるわ、光を。そう、こういうこのもうお前それズボンじゃないやんっていう丈のズボンになりそうだったの。でもこれで蹴るのが恥ずかしいってなって、そう。そして蓋を開けてみたらでもちゃんと、なんかダンス着みたいな感じだったからありがたかった。あ、でもなんかこういうのになりそうだった。そう、でも可愛かったよねあのジャージ。普通にあの変わったジャージも可愛かったし、なんか変わる前のジャージも可愛かったの普通に。でも色が地味だからってダメでした。なんかでも全然私もっとさ、もう学校で履いてたみたいな、体育の授業で履いてたジャージみたいなやつかなって思って恐る恐る待ってたんだけど、全然なんか普通にジャージだったから、普通にジャージ、なんか普通にいい感じのジャージだったから最初も。でもすっごいなんかエリちゃんとマイさんとめっちゃ色違い感がすごくて、だからなくなっちゃったんですけど、そのまんま。でもジムとか行ったら本当にああいう服着た人ばっかなんだろうな。でも今ジムウェアって調べたらね、出てきたわ、あの私が着てたジャージ、トレーニングウェア出てきました、ネットで。こんばんは、はじめまして、どうも。なんか普通にシーンで売ってた。でも私シーンまだ買ったことないんだよね。東京に店舗できたから行きたいなと思ったんだけど、友達に行かないって聞いたら大丈夫ですって言われ、うん、まあ行かなくていいかな。もうなんかやっぱオタクの友達しかいないとね、常時金欠だからね、オタクの遊び以外しなくなる。本当オタクとご飯の遊び以外しなくなる。オタクじゃない友達に言ってみようかな今度。あね、幻影旅団の過去編ね、もうハンターハンターの話忘れちゃったから一回全部読み返さないともう分かんない気がするもう
もう友達がもうめちゃくちゃいやーってなってた。なんか一人めっちゃハンターハンターが好きな友達がいて、なんかゼロ感の写真と一緒になんか何年間待ってました、てんてんてん、3点リーダー3点リーダーバタみたいなの言ってたわ、友達が一人。え、でマジで最初から読み返さないともう覚えてないんだけど話を。なんかさ、なんか実はクロロと一番仲いいのはなんとかさんみたいななんとかさんも覚えてないや、もうなんだっけ、あ消しちゃったんだ今日、あいたわ、バクノダさん、バクノダさんか、バクノダが一番実は仲良しだったなんてみたいなの見て、バクノダさんどんな人だっけとか思っちゃってダメだったもん、完全に忘れてるもう。一回読み返さないと。でももう Kindle に入れちゃってるから電子書籍で、だから紙だとねもうパッて取って読めばいいだけなんですけど、 Kindle うちのお父さんがどっかにやってるからわかんないそうだからブリーチも一回読み返したいなと思ったんだけど、ブリーチも Kindle だからKindle をもらわないと読み返せないっていう。ちょっと口笛なりそうえちょっと口笛なりそうじゃなかった今。ちょっとなりそう、まだならないでも。今まではもうただ息を吸って吐くだけだった女がちょっとなりそう。でも巻き舌もまだできないんですけど、ドゥルルル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 、ちょっとできそうな雰囲気になってないいやなんか今までは札幌ラーメンとろろいとろろ、あもう今でもできちゃうもんな、なんかトゥルルトゥルルタラタラタラみたいな感じだったの今までは。でもトゥルル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 、ちょっとできるようになった。トゥルルってはできない。札幌ラーメントゥルルムトゥルルムトゥルルムってずっと言ってて、でもちょっとできるようになってきた。うん、札幌ラーメントゥルルムトゥルルトゥルルトゥルルやっぱ無理だ。みんなできますか巻き舌。よいしょ、うん、いてててて て, いてててててでもなんか最近舌を柔らかくするマッサージじゃないんですけど、なんか舌を柔らかくするみたいなの調べてやってたらちょっとできるようになってきた気がするできる人からしたらできてないよって感じなんだろうけど、でマジで前まではとろろ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 みたいなタラララララララみたいな感じだったから、ずっとちょっと巻き舌できるようになってきたね。いや意外とできないよね巻き舌って。そう意外とできませんよね。
風船ガムは大得意だね。もう大がついちゃうくらい得意。いやわかんない。でも私なんかちっちゃい頃さ、風船ガム専用ガムってあったじゃん、覚えてる？私がちっちゃい頃だから2007年くらい、2008年とか、なんかアメリカのさ、風船ガム専用ガムってやつ、あれをよく食べちゃってたから、今できるかわかんないけど、風船ガム専用ガムはマジで風船ガム作りやすいよ。風船ガムできない人がいるのかわかんないけど、風船ガムできないよって人はあれ食べたらいいと思う。あったよね、名前忘れたけど、なんかあのちょっと味、アメリカの味するガム、あれ好きだったんだよな。なんだっけね、なんかハイチュウみたいな見た目してるやつ、風船ガム専用ガム。でもあれいつの間にか消えたよね、あのガムも。バブリシャス、え、そんな名前だっけ。あ、バブリシャス、これ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 、そう、バブリシャスだったわ、よく覚えてたね。バブリシャスって言うんだこのガム。そう、これこれめっちゃ膨らましやすいよ。まだ売ってんのかわかんないけど。え、ひっそり販売終了していた、だって2016年5月11日に。しかもモンデリーズジャパン社が販売していた風船ガムのブランドバブリシャスが2016年3月までで販売終了となっていたことを明かした。悲しい。これのグレープ味めっちゃよく食べてた。え、でもトレーニング風船ガムとかある。あ、でも私風船ガムの実も好きなんですよね。なんか風船ガムの実は中学生くらいの時に好きで、なんかなぜか中学生くらいの時に買ってた、風船ガムの実。なんかああいう、ああいうなんか変な、なんかちょっとこう駄菓子って感じの味するぶどう味のガム好きで、あ、そのまんまグレープとかも好き、私だから。なんかああいう駄菓子みたいな味するグレープ味好き。そのまんまグレープも好きだし、風船ガムの実も好き。でも風船ガムの実ってブルーベリーだから美味しいのか、あれブドウじゃないもんね。私あの昔売ってたブルーベリーのガム好きだったから、今も売ってんのかな、この間アイスになってたやつ、あれ好きだから、やっぱブルーベリーとか駄菓子のブドウとか好き。でも風船ガムなんてもう長年やっていないね。今度買ってみようかな、ガム。まずガムを食べなくなった、そもそも。ガムって食べます？でも大人だとなんかこうキシリトール系のガムをこう仕事の時とかに食べるのかな、もしかしたら。私キシリ辛いの苦手だからさ、焼肉屋さんの最後にもらうガムとか食べれないんだよね。確かに、なんか甘いガムしか食べれないからもう買わなくなったね。でも一時期ガムね、中高校くらいの時感じ好きになってボトルガムで買ってたんだけど、意外とボトルガムって高いなと思って食べなくなった。
ね、ガム食べなくなったね。え、マジでボトルガムさ、なんかしかも安売りのとかになるのって大体キシリトールとかそのミントなんですよ。だから甘いの買おうとしたらマジ700円とかするから、高っって思って買えなくなっちゃった。しかもガムってなんか中毒性あるからすぐなくなってしまうよね。あ、はじめまして、こんばんは、どうも。なんかだから700円のボトルガムを当時は買ってたんだけど、高校の頃はハマって、でもマジで3日くらいで食べきっちゃうのなんか私マジだから麻薬かもしれない、ガムっていうのは。あれね、中毒性があります。マジで早いの、めちゃくちゃ食べちゃうのガム、一回買っちゃうと。あれだから課税対象にした方がいいでも課税しちゃったら余計に高くなるボトルガムがあれ中毒性があるので課税対象にした方がいいと思います。危険がちょっと。そう、めっちゃ食べちゃうからやめた、ガムの習慣。え、佐久間さんの見てくださったの、すごっ。まだやっぱり見てくださるんだ、ありがとうございます、嬉しい。すごい、普段から切れ散らかしてるわけじゃないです。はい、やっぱり影響力がすごいな、ノブロック TV って。めちゃくちゃめちゃくちゃ来てくださる、本当に。そう、だからやっぱソシャゲのガチャとガムは中毒性があるから課税対象にしなきゃと思ったけど高くなっちゃうからダメだ。え、どさんこなの？私も北海道出身です。でも本当に吉宮さんがフライドチキンの美味しさを知って、え、ね、だってセイコーマートでフライドチキン食べないよね、うん、よね、食べない、え、そうなの、なんか、あ、この間、そう、これね、あの昨日まで舞台やってたんですよ私。そこのトークショーで好きなコンビニはって質問があって、セイコーマートが好きですって言って、特にフライドチキンが、ホットシェフのフライドチキンが美味しいんですよみたいな話をして、そしたらその共演だった吉宮さんがそのセイコーマートのこと知ってて、しかもフライドチキンのこと知ってて感動した。え、でもなんかなんでなんですかって聞いたら、吉宮さんのおばあちゃま、おばあちゃまいや、なんかさ、人のおばあさんのことをさ、人の祖母のことを、お人なんて、他人の祖母のことをなんて言ったらいいか分かんなくない？おばあちゃんっていうのは失礼だなって思うけどさ、おばあさんって言ったらもっと失礼な感じがするけど、おばあちゃんもちょっとふざけてるなって思う。なんて言うべき？これずっと、もう最近ずっと思ってるの。これなんか友達がさ、おばあ、その友達が祖母の話をされてて、なんて言ったらいいんだろうと思って。え、でもおばあさまはさ、なんかあ、おばあさまか、でも確かおばあさま、あ、そう、吉宮さんのおばあさまがおばあさまがね、そう、北海道らしくてフライドチキンを買ってたらしいの、だから知ってるって言ってて。でも私の身の回りで、私の身の回り私の当時の北海道の周りでフライドチキン買ってる人そんな見、まあそれは見るけど、その行ったらね。でも別にうちのお姉ちゃんとかお母さん誰も買わないじゃん。お姉ちゃんセコマ派だけど絶対買ってないね。ね、うちのお姉ちゃんはなんだっけ、なんか惣菜なんだよね、なんかの惣菜絶対買うんだけど、100円惣菜のなんか煮卵と、なんかもう一個なんかよくわからない、あ、いとこ、こんにゃくの、あー、それだ、それだ、なんていうんだろう、なんていうのかわかんない、たらことこんにゃく混ぜたやつ、
よく買うんですけど、だから全然買わないの。フライドチキンの良さをまさか知ってるなんてと思って感動した。食べたことない。え、マジで美味しいよ。マジで美味しい。本当に。そうなんだ。いつ買ったの？うん、塾の帰りとか。で、いつだろう。塾のすぐそばにセコマート。確かに確かに。でもやっぱセコマートは豆パンとフライドチキンがうまいです。でもおにぎりも美味しいよね。セイコマ、うん、セイコマ聞いたことない。セイコマって言ってたもん、若い子。嘘、え、誰が、会社の若い人、会社、北海道なの、うん、北海道セイコマなの、待って、マジ、うん、え、でもセコマって言ってる、コメント欄の方合わせてくれてる、もしかして。わかんない。でも私が北海道にいたの2011年までだから、もしかしたらこの10年で歴史は変わったかもしれない。もうセイコマの時代なのかも。セコマだとセコそうだからかな。牛乳と卵、え、そんな覚えてないや、牛乳と卵は。でマジフライドチキンは本当に美味しいから、北海道行ったら食べてほしいです。なんかやっぱケンタッキーと同じものを感じる。セコマのフライドチキンには、あれにはね、やっぱ麻薬全部麻薬中毒性があります。本当に、え、関東にもセコマあるよね、やっぱそうだよね。どこにあんだろう、関東行きたいな。でもおばあちゃんち行ったら行けるんだよな、セコマ。あ、牛乳と卵安いんだって、セコマ。ん、当時はさ、やっぱ小学生だから、私そこら辺のもの買ってなかったからちょっと分かんないや。小5までいたんでね。茨城にあるんだ。マジで豆パンとフライドチキン食べてください、ぜひ。でもなんかこの間、そのケンタッキー食べるとお腹壊すんだけど、でもケンタッキー食べたくなるって言ってて、もうそれ中毒だよねって話してた。私じゃないんだけどね、この間話してた人が、そうケンタッキー食べるとなんかお腹弱いみたいで、あのやっぱ油とかすごいじゃん、だからお腹すぐ痛くなっちゃうんだけど、でもやっぱりケンタッキーは食べたくなるって言ってて。そう、ハセストの焼き鳥弁当ってなんだろう。ハセスト、あ、函館の、私これ食べたことない気がする。ハセストの焼き鳥弁当食べたことあるかな。え、でも食べたことある、このパッケージ。え、このパッケージ食べたことある。でも全然覚えてない、全然覚えてない、びっくりするぐらい、どんな味だったか。でもこのパッケージだけはもう死ぬほど食べたことがある。このパッケージ、この焼き鳥の字、絶対に食べたことがあるけど忘れた。もう豆パン美味しいよね、マジで。え、豆パンって北海道、もしかして。もう最近東京でパン屋に行かなくなっちゃったから。豆パン、発祥の地や、発祥の地や特徴、お家でできる簡単レシピ。あ、やっぱ北海道発祥なんだ、豆パンって。でも山崎が豆パン作ってるから全国区だわ。美味しいです、豆パン。羊羹ツイストも、でも羊羹ツイストは好き嫌い分かれると思うけど、豆パンは普通にうまい。え、ハセストの焼き鳥弁当、マジなんでこんな食べた覚えがあるのに、なんで味覚えてないんだろう。なんかこのパッケージはもう、このね、こっちはめちゃくちゃ覚えてるの、この焼き鳥弁当って書いてる文字は。でもこっちの見た目が全然覚えてない、食べた覚えが全くない。なんで、
あ、でも焼き鳥なのに豚、あーなんか言われたら食べた気がしてきた。なんかそうやって言われたら食べたことある気がしてきた。焼き鳥なのに豚、あ、食べたことある気がしてきた。でもこれで思い出したけどさ、この間蒲田行った時に鳥久っていうね、ロケ弁で有名な唐揚げが美味しいお弁当屋さんがあるんですけど、それが売ってるんです蒲田には。だからこの間買いに行ったらもう売り切れてた。やっぱ人気なんだなと思って。食べたい、また蒲田行った時買おう。いやなんか覚えてるのに覚えてない味を、なんでだ、絶対食べた覚えがあるのに。あ、2004年だったんだ提携してたの。今度北海道帰ったら売ってたら買おう。めっちゃ食べたことあるのに思い出せない。焼き鳥弁当の味を絶対に食べた覚えはあるのに、幼少期に。あ、フォローありがとうございます。そう、なんかまあ夕方行っちゃったから、まあそりゃそうかもしれないんですけど、お昼前、お昼とかに行かなきゃ、早く遅くともダメだったらしい。そう、蒲田なの。あれ蒲田？蒲田じゃないかも。え、どこだっけ？え、蒲田だよね。え？いや、蒲田です多分。急に地理に不安になる人。蒲田でした。危ねえ。結構駅の近いところにありますよ。でも夕方行っても売り切れてる。食べたい鳥久。全然のさんこだけど、どっちもわかんないわ。全然わからん。こんばんは。ひまわりアイス、でもご当地アイスグランプリを受賞。カップアイスなんだ。食べたことない。ひまわりが入ってるってこと？どっちも食べたことなかった。
あ、まだ見てたんだ、サッカー。札幌だったからな。札幌なのかな、でもこれ丸山チーズケーキは丸山って出てくる。ひまわりの種ね。ひまわりの種ってでもうちの親好きだけど私食べたことないな。なんかひまわりの種って高級なのか高級じゃないのか結局どっちなんですか。なんか結局どっちなんだろうっていつも思う。なんか私勝手にひまわりの種って高級なんだと思ってたんだけど、この間めっちゃ安く売ってて、でもあのお店が安かっただけなのかな。なんかこうひまわりの種っていまいちつかめない。すごい、高級じゃないんだ。なんか私多分なんかね、多分ねめっちゃお金持ちな人がひまわりの種好きって言ってたから高級だと思ってるのかも。じゃあだからか。もう確かに今ひまわりの種高級って調べたらね、500円でした。500円プラス送料690円でした。全然安かったわ。アメリカで食べられてんの。へえ、アメリカってポテチを食べるんじゃないんだね。ポップコーンと、ポップコーン食べるからひまわりの種も食べるのかな。ひまわりの種食べんの。ハム太郎じゃん。ハム太郎界隈で高級そう。いや多分ね食べたことはある私も。でもアーモンドでいいなって思った覚えがある。多分ひまわりの種は昔食べたことがあるんだけど、アーモンドでいいなって思った覚えがある確か。すごい、でもピスタチオも昔食べたけど、ピスタチオはなんかカラカラしてる、カラカラしてる、乾燥してるピスタチオは食べれたけど、料理とかのピスタチオ味はあんまり得意じゃない。ね、アーモンドでいいなって思った覚えだけはある確か。おやすみなさい。確かにもう0時回ったのか。
マカデミアナッツって殻割るの？殻のマカデミアナッツ食べたことないかも。もう剥かれた状態のものとしか対面したことがないわ、生きてきて。でマカデミアナッツは美味しいからいっぱい食べちゃうけど、あれ割と油分だか脂質がすごいんですよね。調子乗って食べると良くないってよく聞く。やっぱうまいやつは、うまいって思う、ま、あのやつは全部脂質とか油分がすごいんだなって。くるみも私美味しいなって思うんだけど、くるみもなんか豆その界隈ではやっぱ良くないらしくて、ダメなんだと思った。種界隈、まあということで0時も回ったので終わろっかな今日は。また明日終わります。私がギフトを教えてと言ったら皆さんはお姉さんと言ってください。スペシャルギフトをくださった方のお名前をその場で読まないんですけど、今この時間にまとめて読ませていただきたいなと思いますので、私がギフトを教えてと言ったら皆さんはお姉さんと言ってください。それでは行きたいと思います。せーの、ギフトを教えてお姉さん。ありがとうございます。来た、読みますね。ノイラーテムさん、ミッドナイトパーティーさん、タルボーさん、ジンゴマさん、タルタルソースさん、ハマさん、レソナさん、ラーメンマンさん、青山さん、レイお母さん、ヨーコさん、アサッコさん、ハイキーさん、シミタさん、マーチンさん、マブーフさん、あて、皆様ありがとうございます。あいたとか言っちゃった、私は痛くない、椅子が痛かった。ありがとうございます。続きましてスクショタイムです。スクショタイムは私が目をつむって適当なタイミングで目をパッと開きます。その瞬間に一番上にあったコメントのリクエストに答えてスクショタイムのポーズを取っていきたいなと思いますので、何かスクショタイムでやってほしいポーズのリクエストがある方は今コメント欄にお書きください。どうぞ。あいて私全然痛くない、なんか物をぶつけたりするとあいたって言っちゃう。あいてエゴさんか、誰だと思った。エゴさんは御堂筋くんだからなんかみたいな感じ。エゴ、エゴの語って心、うん、ててあたた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 たのキュン。え、かっこいい、これ欲しい、かっこいい普通に。どういうことこれ。なんかいいのないかな。
これ大丈夫かな、怖いんだけど。やっぱ御堂筋くん身を感じていいですね。これも怖いな、ちょっとかわいい、かわいいエゴさんないかな。あ、ありかもしれない。カップラーメンが、待って、多分焼きそば弁当ある、探してこよう。焼きそば弁当はもう食べてたみたいだったので。ラストアイドルカシミールカレー懐かしの、これいつまで。23年4月8日まだいける、まだ残ってますカシミールカレー焼き弁こないだあったのにな。食べちゃったって言われたちょうどこの間3日前くらいまだったのに焼き弁。なんかガコガコ言う、でも足まで見えないわすごい。でもこれなんか宣伝感えぐい。夢を叶える能力は宿る、絶望してもなお叶わんと戦わんとする人間に夢を叶える能力は宿る。すごい、もうめちゃくちゃ宣伝感が。今日紹介するのはラストアイドルカシミールカレー。これほんとすごくて、ほんと美味しくて、全然焼き弁がなかったからです。こうやってやったらいいのか、あ、でもこうやってやってもここにちょっと残っちゃう。あ、でもちょっと、あ、でもちょっといい感じじゃない、こっちの方が。絶望してもなお戦わんとする人間に夢を叶える能力は宿る。ね、期限長くていいよね。これ食べたいなと思ってるのにね、一生作ってもらってない。なんかみんなの顔見たら懐かしくなってくる。これなんかすごい衣装だね、今見てもなんかすごい衣装じゃない、今見てもなんかすごい衣装だなって思ってきた独特、すごい。やっぱどうしてもでもこのなんかこの紫とこのピンクとこの赤がこの上半身なんか全部独特なんだろう、なんかこの独特加減っておもろいな。でもこれインナーが薄ピンクだったの嬉しかったんですよね、この衣装。いつも薄ピンクなんか与えられないのに、このね、多分青と紫と濃いピンクと薄ピンクとかなかって、私は薄ピンク担当だった。でもやっぱバユメちゃんこの衣装似合ってるわ、改めて似合ってるわこの衣装。
でもやっぱこの赤とこの紫とこのピンク、多分どれもなんか多分この赤は秋の色なのかな。でもこの紫がちょっと分かんないけど、このピンクは多分冬の色だから、なんかそれでごちゃごちゃになってんのかな。でもあゆめちゃん似合ってんのやっぱ。いやすごいでしょ、面白い。でも池松愛理ちゃんも割と色似合ってる気がする、この色。分かんないけど懐かしいですね。ということで男女を読みたいと思います。13位レイお母さん、ありがとうございます。12位猫耳さんさんさん、ありがとうございます。11位、にゃんこさん、ありがとうございます。10位あさっこさん、ありがとうございます。9位ジンゴマさん、ありがとうございます。8位ノイラーテムさん、ありがとうございます。7位マーチンさん、ありがとうございます。6位ハイキーさん、ありがとうございます。5位ヨーコさん、ありがとうございます。4位ミッドナイトパーティーさん、ありがとうございます。3位レソナさん、ありがとうございます。2位ラーメンマンさん、ありがとうございます。第1位はタルタルソースさん、ありがとうございます。皆様ありがとうございます。続きまして、スクショタイムじゃなかった最後に合唱して終わりたいと思います。視聴コメント星ギフトすべてに対して感謝の気持ちを込めて、私が最後に感謝ですと言います。そしたら皆さんはそれに続いて合唱と言ってください。一番最初に合唱と言ってくださった方と100番目とどめの合唱をしてくださったお二方のお名前を表彰させていただきますので、ぜひ1番と100番を目指して合唱と言って帰ってください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。明日も夜配信する予定ですので、もしよかったら遊びに来てください。今日はここらにて配信を終わりたいと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。感謝です。チャラン。出さなわほど僕ん出さなわより炭酸の泡ほど僕は泣いた。炭酸の泡ほど僕は泣いた。夕暮れの空に。あ、全然歌詞分かんなくなった。炭酸の泡ほど僕は泣いた。夕暮れの空の流れで。全然分からん。歌詞調べよう。最近確かに聞いてないな。あ、はいはい、あー、一番伊藤まみたさん、とどめたるぼうさん、ごめんなさい。え、本当にごめんなさい。伊藤まみたさんとたるぼうさん、ごめんなさい。私のが歌詞がとか言ってる間に、え、ごめんね、本当に撮れなかったよね。ごめんごめんごめん。伊藤まみたさんとたるぼうさん、おめでとうございます。マジでごめんなさい。また取りに来てください。すいません。あ、書いとく、書いとこ、書いとこ。1番が伊藤まみたさん、おめでとうございます。すみませんでした、本当に。そして合唱と言ってくださった皆様もありがとうございました。ということで本日の配信は終わりたいと思います。大変申し訳ありませんでした。また明日、おやすみなさい皆さん。ありがとうございました。